そうだ、シリカの店の様子でも見ていこうかな。もう少し材料は多めに用意しておかないと。よう、シリカ、調子はどうだ？あ、いらっしゃいませ。じゃなくて、こんにちは。板についてきたって感じだな。あれ、今日はもう店じまいか？はい、作った分が売り切れちゃいましたので。そっか、じゃあお疲れ様ってことで、リズム呼んで一緒に話してもしないか？あ、いいですね。多分リズさんは自分のお店にいると思いますよ。迎えに行きましょう。ああ、そうしよう。ところで、リズさんの今のお店の看板って知っています？看板？ああ、この前ようやく作ったとか言っていたな。金属製の立派な看板でいいなって。立派？ああ、と言いますと？まあ、いや、 SAO の頃からリズの店の看板は見慣れているから特別な印象は持たなかったんだけど、確かにまだこのゲームは序盤だし、看板作成ってそれなりに手間もかかるんだよな。私のお店なんて看板がまだありませんからね。やっぱりリズさん、お店にいましたね。あ、本当だ。リズさん、こんにちは。よう、リズ。揃ってどうかしたの？リズを誘って話でもしようと思ってさ。ああ、そうなんだ。きっとどうかしたんですか？浮かない表情をしていますけど。ちょっと仕事で失敗しちゃってね。私の店の噂を聞いてきてくれた人なんだけど、期待に応えられなかったのよ。そんなこと、クラフト系の店ならよくあることだろ？そうなんだけど、そのプレイヤーさんからの信用は失っちゃったわね。そんな。ゲームも始まって間もないし、私のスキルも低いから思うようにいかないのは当然なんだけど。そうか、結構大変なんだな。でも平気よ。 SAO の時に76層のアークソフィアで2号店をオープンさせた時だってなんとかなったしね。けどあんまり無理するなよ。何もクオリティだけを求めてリズの鍛冶屋に人が来るわけじゃないはずだ。リズの人柄だったり思いがあるからこそ俺もリズの店を選んでいるわけだしさ。でもやっぱりお金をもらって成立するお商売だしね。そこはちゃんとしないと。ほら、それより話をするならカフェかなんかに行きましょう。そうだな、もともとそのためにリズを誘いに来たんだし。じゃあちょっと待ってて、店を片付けちゃうから。リズさん、大変そうですね。ああ、リズは責任感が強いから余計にそう見えるよ。お客さんから信頼を得るというのはとても重みがあることなんですね。私がリズさんにしてあげられることって何かないでしょうか？そうだな、すぐには思いつかないけど、ひとまず今は気分転換に付き合うことじゃないかな。お待たせ。それじゃあ行きましょうか。数量限定のダークチェリーミルフィーユ
残ってるかしら。あ、私がごちそうします。ちょっと何、もしかして気を使ってくれているの？シリカもリズが心配なんだよ。そういうことなら遠慮しないわよ。え？お店のケーキをいっぺんに注文するって一度やってみたかったのよね。それはさすがにお財布が持ちません。そんなこと言ったってケーキを食べなきゃ心が癒えないんだもの。そしたら私装備を売るしか。あんまりシリカをいじめるなって。ごめんごめん、冗談よ。さあ行きましょう。リスの気持ち少しでも楽になるといいけど、店をやるっていろんなことがあるんだな。